どうも、ヤマスン TV のヤマスンでございます。えー、本日の動画はですね、えー、2級ボイラー技師の免許証が来ましたので、その免許証の紹介をしたいなと、えー、思います。まあ、じゃあ早速ね、ちょっとこう、えー、見していこうかなと思うんですけれども、まあちょっとまああの、あんまり顔写真とか見せたくないんで、一、え、応、ー、こういった形で見せようと思いますけど、この2級ボイラーってところの上に1って書いてあると思うんですけれども、 これが要は持ってるよっていうあの証明になるものですね。えー、東京都の労働局長から、えー、いただいた資格証になります。まあ、それ以外にもですね、まあ、ガンマ線とか X 線とか、あとはそうですね、第二種衛生管理とか、そういったものを取ったらまたその上に位置っていうのがついて、えーまあ、この免許証がどんどん更新されていくよということになります。まあ まあ、二級ボイラーの、まあ、合格したのが、どうだろう。10月くらいだったかな。十月くらいで。で、まあ、その前の月ぐらい、その前の月ぐらいに、まあ、実技試験っていうか、まあ、実技、試験じゃないな。実技技の研修、講習みたいなのを受けていて、それも受けたんで、で、まあ、あの、申請して、えー、12月の、 なんか中旬に来たまああのー、まあこれはまあ,あのよく、まあ、設備とかでボイラー扱っているところでしたらまあ必要になってくる資格になるのかなと思いますまあ、ただ私はまあ機械メーカーの営業なんで、まあ、特に必要ではないかなとは思うんですけれどもまたまあ、ただやっぱりねまあ今の会社でずっといるかどうかも分かんないですし まあそれにね、まあ資格なんて、まあ一生もんなんで、まあ、まあなくてもいいかもしれないですけど、まああったらあったで役に立つかなと思いますんで、まあちょっと今回取ってみたっていうような感じですね。まあ今、あの一応消防設備士の方を勉強してますんで、まあ2月に受けるんですけれども、まあ受かればですね、また免許証の方がどんどん更新されていくかなと思います。えということでですね、まあちょっと今日は短い動画になるんですけれども、 ラの、まあ免許証の紹介でした、えー、皆さんもね、まあ、ぜひ何かこう、ね、特に若い人は特に、えー、自分には関係ないなって思うようなことでも何かこう勉強して、ねまあ、形になるように、まあ、資格取って、まあ、資格取んなくてもいいんですけれども何かこう、ね、自分の中で自分のためになるようなことをやってみてはいかがでしょうか。 ということでですね、えー、本日の動画は以上になります。えー、もしいいなと思ったらいいねボタンと、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。